イサキオス2世アンゲロスは、東ローマ帝国、アンゲロス王朝の初代皇帝。1156年、アンドロニコスアンゲロスの子として生まれる。祖父は、コンスタンティノスアンゲロスで、祖母は、コムネノス王朝の初代皇帝、アレクシオス1世、コムネノスの娘、テオドラコムネナ。アレクシオス1世の彦にあたる。同母帝に、アレクシオスがいた。当時、 コムネノス王朝の第五代皇帝、アンドロニコス一世は、強権的な独裁政治を行って周囲から反感を買っていたが、アンドロニコスは徹底的に弾圧して、これを抑えた。さらに、イサキオス自身もコムネノス王家の登園に当たるため、アンドロニコスに、その存在を警戒されて暗殺されかけたこともあった。しかしこのような暴虐的な政治に、 ついに国民の怒りが爆発し、1185年、イサキオスを指導者に擁立した反乱軍によってアンドロニコスは虐殺された。そして、国民や貴族の支持を得たイサキオスが皇帝として即位した。アンドロニコス一世時代に始まっていたノルマン人の信仰は不正だものの、1186年、支配下にあったブルガリアがペタルとアゼン兄弟のもとに独立を果たし、 第二次ブルガリア帝国を建国し、東ローマ帝国と敵対した。1188年には小アジア南西部、フィラデルフィアの帝国貴族、テオドロス・マンカファースが帝国を裏切って自ら皇帝を戦勝するなど、対外的な混乱が相次いだ。このため、イサキオスは帝国の維新回復を目指して、大規模な遠征を計画し、1193年までに、 マンカファースの反乱は鎮圧したものの、二度にわたるブルガリア遠征は失敗に終わった。1195年、三度目のブルガリア遠征を計画したが、反対した弟のアレクシオスによって、敗位、幽閉されて、行為を奪われた。後に、イサキオスは弟によって盲目にされた。神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世は自ら企てた十字軍に、 ビザンツ帝国が参加するよう要求し、さらに毎年高能金を差し出すことも求めたので、アレクシオスは特別税を設定しなければならず、提出領母を暴いて空にしなければならなかった。ハインリヒは弟のフィリップ・フォン・シュバーベンをイサキオスの王女と結婚させ、イサキオスのための復讐者になっていた。帝国の威信はさらに衰えた。 イサキオスの息子で神聖ローマ帝国に亡命していたアレクシオス四世は軍資金の調達が困難で遠征できなかった第四回十字軍に対して資金援助や東西協会の統一などを条件に味方に引き込み帝国の首都コンスタンティノポリスに侵攻した1203年7月にアレクシオス三世は行為を追われて逃亡しアレクシオス四世は幽閉された父 イサキオスを助け出して、父と共に共同皇帝として即位した。しかし福井にあたってアレクシウス四世が命じた、軍資金教室の負担は国民に重く押しかかり、1204年、皇族のアレクシオス五世イ・ドゥーカスの反乱を招いた。この反乱により、イサキオス二世とアレクシウス四世は共に殺害され、後位はアレクシオス五世イに散脱された。49歳であった。 歴史コンデミタラルターズ BD V ミューン編チューリヒアルテミスビンクラー 1991SP666 から667ありがとうございます。